通り町筋停留場は、熊本県熊本市中央区手取本町4番地に、ある、熊本市交通局の伝提。鶴屋百貨店の最寄りであることから、鶴屋百貨店前の副名称がある。停留所番号は11。A 系統、B 系統が停車する。2015年度の乗車人員数は3850人で、ある。熊本市の繁華街にあるため、 熊本駅前停留場に次ぎ、熊本市交通局の電停の中で2番目に利用者が多い。相対式2面2線、全長約20メートルある。北側が県群町方面、南側が熊本駅前、上、熊本方面の乗り場。横断歩道を渡ってアクセスする。車椅子対応。通り町筋停留場周辺が中、南九州地区で、 最大級のショッピングゾーンとなっており、百貨店やファッションビルが立ち並ぶ。また、上通りと下通りのダイヤアーケード商店街が、電停を挟んで南北に貫いており、終日、賑わいを見せている。西側を見上げると、ビルの谷間から、熊本城の天守閣が望める。駅の歴史駅名の由来、県外行きの高速、特急、高森行きの快速バスと熊本空港リムジンバスに、 ついては、すべてビプレス、熊日近館前から発車する。高速、特急、熊本空港リムジンバスは校舎のみ。快速バスは、上降ともにか。ありがとうございます。